さあ豊橋のリング上、吹けよ風、呼べよ嵐が32万市民、豊橋のファンを虜にいたします。さあ西は三河湾に面しました温暖な地豊橋。さあ豊橋平野も春の日差しが日中当たっておりました。さあブッチャーとコロフの登場であります。ブッチャーのこの90年の目標は果たして何でありましょうか。大きなことをしでかしそうな、そんなアブドラザブッチャーであります。パートナーのタイガージェットシンがいないのは寂しい。さあアブドラザブッチャー相手を睨みつける。さあ大型チーム八つ鷹の潰しに豊橋に参上のアブドラザブッチャー、リングサイドを完全に占拠いたしました。45分の一本勝負、どういう勝負になりますか。アブドラザ・ブッチャー軍団、パートナーはイワン・コロフ、現役28年。アブドラザ・ブッチャー51回目の来日、4シリーズ連続出場。ブッチャー90年果たして主役になれるでありましょうか。高野すごいやつの90年3回円前進に八つ吉明。45分の一本勝負、解説はジャイアント馬場さん。さあ力対力の対決、ストロングスタイル対ご覧のようにラフ&パワーの対決。馬場さん面白い、そしてスリリングな試合展開になりそうですね。そうですね、はい、見どころを一つお願いします。見どころはね、はい、やっぱり高野とそのコロフとね、の力比べたと思うんですね、はい、やっぱり力のコロフと高野のね、どっちが強い、どっちが強い、どっちが強いと強い方が勝つんですよね。このコロフと、やつとコロフとじゃなくてですね、そしてやはり勝負を握っているのはブッチャーの力というのはもう分かってますしね、そうですね、やつの力も分かってますし、そうですね、コロフが随分もう久しぶりなんでね、それにしましても馬場さん、この、高野は若いでしょう、はい、コロフは割合にもうキャリアも積んで随分おまかしが効きますからね。なるほど、それしましても馬場さん、アブドラザブッチャーが好調ですね。そうですね、さあご覧ください、先頭を切ってご覧ください、チームリーダーアブドラザブッチャーが登場。そしてアブドラザブッチャーに対しましては八津義明であります。激しく当たります。序盤戦試合は始まったばかり、熱くなりそうな豊橋大会、もう一回頭から突っ込んだが体で返します。アブドラザブッチャーであります。そしてまあこの正月のシリーズもしばしば放送席のジャイアント馬場さんを睨みつけて、あるいはまた脅したりするこのアブドラザブッチャー、あの9点に日本武道館でジャイアント馬場選手にはすでにフォールされているんですけれども、何かこの屈辱を晴らしたいという、そういう意気込みが感じられます。リング上のアブドラザブッチャー対八津戦を迎えました。さあ八津です。馬場さん、八津の90年はこのところテレビ中継は八津、それからジャンボ鶴田の5人コンビがまだお届けしてないんですけれども、どういう90年になりそうですかね。八津は、八津はね、今年はね、はい、張り切ってますからね、張り切ってますね、ですからね、どんどんシングルマッチをね、ブッチャーなり半戦なり、はい、天竜なりにね、やっぱり向かっていってですね、はい、もう何遍負けてもいいと思うんですよ。なるほど、しまいに勝ってはね、しまいに勝ちがいいですからね、はい、シングル路線ということですね。さあその間にアブドラブッチャーの猛攻にあっております八津義明であります。地獄突きが出ました。そして超ベテランイワンコロフに渡すんです。ブッチャーとコロフのつなぎは、どうでしょうか。背中から攻撃を受けております、背中に攻撃を受けております八津義明、ちょっとニュートラルコーナーに押し込まれました。これがイワンコロフであります。イワンコロフの怪力ぶりも馬場さん衰えてませんね。そうですね、さあここで注目の一人、高野俊二にタッチであります。この高野はね、はい、コロフにどう、処理するか、そうですね、どう向かっていくかね、やっぱりやられないことに気をつけなきゃいけないですね。そうですね、試合を握っておりますのはこのコロフと高野俊二であります。この正月シリーズも、まあ、順風満帆のスタートだったんですけれども、別府大会で首の付け根、あるいはまた腰のあたりを強打されました。ちょっと苦しいということを言っておりましたが、その高野、さあ頑張れるか。これまた高木選手と同じように90年の主役を張れる選手になれるかどうか、もうそれはもう本人次第であります。サイドのヘッドロック、高野俊二出てまいりました。この90年テレビ中継に出場が非常に多いこの高野俊二、それだけファンも期待しています。それから全日本プロレスも期待しています。その高野俊二であります。馬場さん、この2メーターという体を十分に今年こそ活躍してもらいたいですね。そうですね、さあ
ボディをしっかりと攻め込んでおります。このイワン・コロフ、あの天竜とのシングルマッチではわずか4分50秒の勝負で敗れ去りました。しかしまだまだ底力を秘めております。そのイワン・コロフであります。ちょっと辛い表情を見せました。その高野俊二、ボディを完全に決められています。さあ辛い表情から、今硬いディフェンスは見せておりますけども、ここからオフェンスへのつなぎはどうでしょうか。うまく足をフックして相手を浴びせ倒した。さあ前進するか、前進するか、ちょっと腰のキレが甘いような感じがする。その高野俊二足を引きずっている。ここで八つ登場、八つが出てまいりました。ローキック3連発、4つ目5つ目、さあ集中だ、集中だ、ローキックの集中だ。これが八つのうまいところです。頑張ります。八つの体光っています。そして肌のツヤもいいようです。足を取ってのトーホールド、ステップオーバーのトーホールドに出ました。その八つ吉明、3回への挑戦はいつどこで実現するんでありましょうか。さあアブドラザブッチャーにも向かった。ブッチャー出た、左足を一歩突き出した。アブドラザブッチャー対八つ吉明のシングルマッチ、狙られるかどうか。今夜はセミファイナル45分の一本勝負であります。またローキック、今日八つ選手はキック力が非常にいいと思います。それからキックの出し方も的を得ています。さあ今度はアブドラザブッチャーとイワンコロフに捕まってしまいました。サンドイッチ状態にされた。ここで高野が出てくればいいんですが、一旦リングの中に出てきましたけれども、またニュートラルコーナーであります。さあイワンコロフが熱いやつの胸板をついています。そしてアブドラザブッチャーだ、ガーンとプリ投げた、地獄崎一発でやつを倒す。そして空手のパフォーマンス見られるか、豊橋のお客様期待しているようだ。ゆっくりとポジションを取って、さあ狙っている、もう一回もう一回、地獄へ送るか、地獄突き、すごい勢いで当たりました。どうぞ、あの地獄突きを受けますと受けた側のレスラーは一瞬どうなるんですか。やっぱり、ね、はい、食い込みますからね。食い込んでくる、はい、はい、さあ僕らもしょっちゅうね、喉にもうあざだらけでしたね。なるほどね。そして衰えを知らぬ毒針戦法があります。この体重で140キロありますアブドラザブッチャーでありますが、馬場さん相変わらずこのフットワークといいますか動きが速いですね。そうですね、感心しますね。普段ね、脆いですから予定早く見えますしね。あ、そうなんですね。140キロと言いますけどね、もっとありますよ、ね、もっとありますか、はい。ここで高野のフォローが出ました。さあ片足キックで蹴り返しますがびくともしません。そのアブドラザブッチャーです。さあヤツが捕まっているイワンコロフと非常にうまいつなぎを見せています。勝負はあっという間に5分が経過しました。現在のところアブドラザブッチャー、イワンコロフ組のペースで試合は進められています。さあ高野が飛んで2位を落とすか、バズガフを落とすか、ヒップドロップ、ヒップドロップを落としました。イワンコロフの両方の足を攻め込んでいます。これはいい攻撃だ、意にかなった攻撃だ。さあ2位を今度は落としていきます。バズーガ4、2位が出ました。3度目の完工。さあ十分に120キロを利用しています。その高野俊二であります。さあ頑張れるか。去年の89年の後半から、まあ、高野選手の株がぐん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 上がっているんではありますけれども、何か一つ物足りないというそういう声も聞いております。頑張れ高野。ねえ馬場さん、去年の10月の確か横浜決戦だったと思いますけれども、ハンセン小和田組を相手に放送席の馬場さんがもう高野を絶賛したことがありましたね。そうですね、彼はなんか気分屋なんでしょうかね、はい、いい時素晴らしくいい時とですね、はい、なんか今日は物足りないなというような時があるんですよね。なるほどね、そうですね。常にお客さんを相手にしているのがプロレスであります。それだけにどんな場合でも十分な試合を見せてほしいと思いますが、その高野俊二から八つ吉明へのつなぎであります。胸中は三冠でしょう、胸中は三冠でしょう。今三冠のチャンピオンはパートナーの鶴田。さあ韓国が構え移行します。ブッチャーが来たぞ、前から打った、喉元に食い込みます、喉元に食い込みます。放送席の馬場選手も再三やられて、これは苦しいんだということを言っています。さああっという間に息の根を止められるか。もう一回地獄突き、3本4本5本で刺します。すごい勢いだアブドラブッチャー、悲鳴を上げる八つ吉明。馬場さん、これ両方の耳を引っ張ってるんですね。そうですね、そら苦しいですね。さあ残酷な技に転じてまいりました。さあそのアブドラザブッチャーです。相当苦しい、両方のもう耳がちぎれそうだ。さあどういう風にディフェンスしていくんでありましょうか。手に自分の手を添えています。これではダメです、これではダメです。そしてグランドでの展開に持ち込まれました。そして一歩助走バックして助走をつけて、毒針があります。さあ毒針への除去が始まりました。アブドラザブッチャー、そして一旦は抱き落とす。今度は竹むしりか、
ふわっと目の中に指を入れているようです。いや苦しくなりました。圧倒殺法全開アブドラザブッチャーやりますね。ブッチャーはね、ボさん、そうですね、隙がないって言いますかね、はい、攻めてる時にはもう徹底して攻めていってますでしょ、本当ですね、その集中力がすごいですね。今ロープに足をかけましたが、この140キロ以上投げ返した、これが八吉明の真骨頂。どんなに重い選手でも自分の力を十分に利用して投げ切ります。そしてエルボーを2発落としました。さあ八吉明の逆襲が始まった。さあスピードがあるとセカンドロップからあっという間にトップロップ、何でいくか、エルボー空中エルボー、しかしうまく腕でディフェンスしているようだ。さあカバーの体勢、カバーの体勢、カウント2まで入りますがうまく跳ね返されました。さあここで安吉彩から高野伸二へのつなぎ、さあダブルで攻めます。バズーガ風に熱いもらいたに通じるか、今度はエルボー、いいですね、2人がかりのコンビネーション、ここで一致しました。今度は高野が飛びます。そして八つがエルボーを打ちまくる、またバズーガ方に連続攻撃。さすがの、さすがのアブドラゾブッチャーも肩で大きく息をしております。が八つをイヴァンコロフが場外に送り出した。リングの中、高野俊二対アブドラゾブッチャーだ。一本取りたい、金星を取りたい、大きく投げた、おっとダメです、ロングキック外された。ブッチャーが今度は反対側のコーナーから毒針、毒針、そのまま抑え込んだ。高野逃げるか、逃げろ逃げろ、逃げられない、一発で決めてしまいました。毒針、アブドラゾブッチャー健在、そして空手パフォーマンスも健在。さあまた放送席のジャイアント馬場選手を睨みつけるアブドラゾブッチャー、さあどうだ、さあどうだ、馬場さん、アブドラゾブッチャーとはもうすでに勝負がついてるんです。それでも馬場さんを追いかけますね、ブッチャーは。ねえ、まあね、確かに勝負がついたと言いましてもね、はいはい、やっぱり負けてね、あいつに勝てないと思う選手とですね、次はそうはいかんぞという気力を持っている選手とですね、ありますからね、このもう、ああ負けちゃった、俺はあいつにもう勝てないなという感じの選手じゃないんですよね。なるほどね。さあそのアブドラ・ブッチャーが、さあおっとこれはアブドラ・ブッチャーご機嫌な証拠、ご機嫌な証拠、ファンの声援に応えております。アブドラ・ブッチャー、馬場さん、このパフォーマンスを見せているアブドラ・ブッチャーですけれども、やはりじわっとリングサイド、放送席のサイドに来ますと怖いです ね、 ですね、本当に怖いですね、この選手は、あれだけ、ね、不気味ですよね。さあこのシリーズ、果たしてジャイアント馬場選手ともう一度対決があるのかどうか、相当馬場選手を意識しているのがこのアブドラザ・ブッチャーでありますが、あっという間の勝負でございました。9分21秒、最後は毒針が爆発いたしまして、見事にアブドラザ・ブッチャー、イワンコロフ組が八ツ吉明、高野俊二組を軽く一周した勝負でございました。本当に強いこのシリーズ、90年も本当に強い